こんにちは、アンソニーです。3連休終わってしまいましたね。私先週から結構忙しくてですね、木曜日にジルデコのライブに行きまして、そして、土曜日にハービー・ハンコックのコンサートに行きまして、その足で夜行バスで東京に行って、インターナショナルオーディオショーを見学して、で、その夜に、この間、動画で募集させてもらったんですけれども、ケニー・ギャレットのライブ、これがコットンクラブだったんですけれども、行ってきました。応募してくれた方と、無事行くことができて、そのあたりのお話もいずれしたいと思います。で、ケニー・ギャレット終わって、その足でまた夜行バスで帰ってきまして、結局往復夜行バスで0泊3日ということで、結構バスでは寝れたんですけども、帰りのバスが乾燥がひどくてですね、喉がかなり、痛くなっております。はい。まあ、そんな雑談はさておきですね。多分そのね、今回の東京の2泊3日の間に起こった出来事だけでもね、動画が1、2、3、4、5、4、5本作れそうなんですよ。多分ちょっと時間があればうざいぐらいにアップしますけれども、まあ、興味があるやつは見てください。はい。ということで、今日はですね、以前に、ソニーの α7 と α7R、そして RX10 のことについて、ソニーストアで触ってきたので、何か質問ありますか?っていう動画を投げまして、それにコメントをたくさんいただきましたので、そのお返事を要約したいと思います。はい。では早速、1番目、激辛社長さん、いつもコメントありがとうございます。宝くじが当たったら、α7R を購入するつもりですが、α7 と α7R を手に持った時の質感の違いはありましたか？ α7 の方が変に安っぽいとか、あと教えてほしいのは僕が宝くじが当たると思いますか？っていうコメントです。ですね、α7 と α7R の質感の違いについてはその次の動画でお話ししてますけれども、ほぼわかりませんね、違いは。質感的には。どっちの方が安っぽいとかっていうことはなくてですね、ボディの素材が α7 の方が、マグネシウムを使っている量が少ないんですけれども、実際の見た目とか触った感じではほとんど違いが、わかりませんでした。で、あと宝くじが当たると思いますかっていう質問なんですけれども、それはね、当たりますよ。なぜなら今から私が念を送るからです。当たれー！はい。これで当たったらね、半分は私のおかげですから、1億5000万ほどこちらに分けてください。はい。次。ハト453。スペック上では画素数の差が結構ありますが、それらは感じられましたか？また今、D5300 などもローパスフィルターレスになってきて、これからそういった機種が増えそうですが、解像度の差なども気になります。それを統合して値段差以上の感動はありましたか？という質問です。ですね、これはすいません、わかりません。今から思えばですね、サンプルのプリントした写真が置いてあったんですけれども、それ見てないんですよ。なので、α7 と 7R の違いの、まあ、画質的な違いはちょっとわからないですね。まあ、本当に最近ローパスレスが主流になってきて、まあ、モアレの、現象がだいぶ解消できるようになってきたんですかね。まあ、やっぱり一般に言われているように、やっぱり風景とか本当に細かい描写が必要な人は、α7R がいいんでしょうね。次。読み方がちょっとわからないんですけれども、フィックスエズさんかな。いやー、びっくりしました。本当にポチったのかと期待しちゃいました。 RX10 ですが、イメージ的にサブポジションなんですけど、メインとしてバリバリ使えそうですか？α7 と α7R の第一印象での違いは何でしょう？ PS、エクスペリアは買わないんですか ?Z1 あたりということなんですが。はい。本当にポチっちゃったのかと、思わせたくてですね、ああいう動画を作りました。で、RX10、まあ、イメージ的にサブポジション、確かにそうですね、本当にカメラ好きな方からすればサブポジションだと思うんですけれども、私その次の動画でも言ったように、そんなにカメラに詳しくない人にとっては、メインカメラに十分なり得るカメラですね。全然バリバリ使えると思いますね。ただ、私も言ったように、この持った感じの質感とか、そういった意味で、所有欲とか操作感で、五感で楽しむカメラではないと思うので、そういうことにも重きを置いているようなカメラファンにはちょっと物足りないかもしれないです。それから、エクスペリアは買わないんですかということなんですが、買いません。
まだ当分 iPhone でいきたいと思います。はい、続いて、神風さん、レンズが高い割には本体の画素数を活かせそうなのが発売されないのが気になりますので、買うにしても少し待った方がいいと思いますよ。マジで余談ですが 70D を買いました。 70D 購入おめでとうございます。あれはね、まあ、本当に死角のないカメラだと思いますね。いい写真や動画をいっぱい撮ってください。で、本当にソニーはですね、よく言われているように、ボディばっか作っていて、レンズを全然出さないと、特に新製品、ボディの新製品が出た時に、レンズが、ラインナップが物足りないと言われてますけれども、まあ、いいんじゃないですか。私、iPhone を初めて買った時もそうなんですけれども、3GS の時なんですけどね。3G の時なんですけれども、最初は未完成な状態で買って、それから、例えばこう、レンズが後から発売されて、それと一緒に、メーカーと一緒に自分もステップアップしていくっていう、この、まあ、おこがましい言い方をすれば、自分が一緒に育てていくっていうような楽しみ方もやっぱあると思うんですよ。そういう意味では、ソニーが確かにレンズのラインナップ少ないんですけど、今あるものを、まあ、なんとか有効活用して、その範囲内で楽しむっていう方法もありかなと思いますが、まあ、これはソニーファンの、ちょっと偏った考え方ではありますけれども。はい、続いて、富士キャビンさん。α7 の軽さには驚くだろうと思いますが、シャッター音と衝撃がでかすぎる気がしました。あと、APS-C と同サイズのレンズということで光量不足が起きないか心配ですということですね。軽さには確かに驚きました。でもどっちかというと軽さより大きさの小ささには私驚きましたけどね。でシャッター音はこれ後でも話しますけれども、本当にでかいです。かなりでかいです。他の、一眼レフに比べれば結構大きいんで、舞台撮影とか、音に気をつけなければいけない環境ではちょっと厳しいと思いますね。はい。で、ちょっといくつ、少しだけ飛ばしまして、米田光一さん、新機種触ってきたのですね。僕レベルではフルサイズ機は使いこなせそうにありませんということですね。そんなことないと思いますけどね。フルサイズ機だから使いこなすのが難しいってことは全然ないと思うんですよ。むしろ、まあ、背景ボケもね、簡単に出せますから、より気軽に、まあ、カメラとかレンズの力を借りてるということになりますけれども、簡単にやっぱり スキルアップというか、スキルアップじゃないな、レベルアップはできるとは思うんですよ。で、触っていくうちにだんだんこっちの、スキルも上がってくると思うんで、僕は道具に頼ることは全然悪いことじゃないと思うんでね。まあ、買うお金的な余裕さえあれば全然買っていいと思いますけどね。まあ、使いこなすかとか使いこなせないとか、そんなことあんまり気にすることなくて、本当に使いこなしてる人なんてプロだけですよ。よっぽどのハイアマチュアでも使いこなせてる人なんていませんからね。もちろん私もそうですけども。はい、次、ネギーマルさん。やっぱりソニーのカメラで気になるのは高感度ですかね。今までどうしても画素数番長で高感度が弱いイメージが強いので気になってます。あとは NEX の操作性が悪いメニューなどは α に近づいたのかなとか、自分はどうしても来年に販売される A マウント α が気になっています。噂では A マウントは高級路線に行く話も出ているので気になりますが、ということですね。高感度気になりますよね。一般的には画素数が多ければ多いほど高感度に弱くなるとは言われてますけれども、今回 α7 と 7R のレビュー記事、海外の記事なんかを見ていると、意外にも画素数の多い α7R の方が高感度に強いんじゃないかっていうレビューもありましたね。なのであんまり一概にはやっぱ言えないのかなという気がしています。あと、A マウントの α が気になっているということですが、私も気になってます。まあ、A マウントに限らないんですけれども、カメラもどんどん高級路線に行ってきて、ボディが10万、20万っていうのが当たり前で、なかなか手が届きにくくなってますよね。やっぱり気軽に撮りたい人はスマートフォンで撮ってねと。それ以上求める人は本当に上のクラスの高いね、お値段のボディが必要になってきた時代になってきたのかな。
高太郎1967さん、シャッター音はしっくりきましたか？他の方の動画でちとしっくり来なかったので、来月銀座で触ってくるつもりですが、ということですね。しっくりきたかと問われれば、私はしっくりきました。特に α7 の方ですね。7R の方はちょっとしっくりとはいかなかったんですけれども、その α7 と 7R のシャッター音の違いがよーくわかる動画を見つけたのでご紹介しておきます。海外の動画なんですけれども、スティーブ・ハフさんというチャンネルがありまして、その中のザ・ソニー A7 and A7R ファーストハンズオンルック、スティーブ・ハフフォトっていう動画がありまして、α7 と α7R のシャッター音を交互に押してる動画なんですね。約20分という長い動画なんですけれども、10分過ぎのところから、そのシャッター音の比較がありますので、非常に参考になると思います。音に気になっている方は、ぜひご覧ください。はい、最後、ともひろ今村さん、こんにちは。私は今 D700 を使っておりますが、羨ましいな。静音撮影の必要性が出てきて、ミラーレスの導入を考えております。この α7 および α7R は大きな期待をしているのですが、シャッター音の衝撃大とのこと。となると、音も大きめですか？それと、α7 と 7R ですが、ボディの作りが違うようですが、実際触られてその違い、合成感などは感じ取れましたか？ということです。これもほぼ似た質問ですね。静音撮影の必要が出てくる場合は、α7 も 7R も、残念ながらダメだと思います。それ以外のカメラを使わざるを得ないでしょうね。はい。で、ボディの作り、合成感については先ほどもお話しした通り、違いが私は感じませんでした。はい。コメントは以上。やっぱり長くなってるな。今12分。α7 なんですけれども、やっぱり気になるのが、オールドレンズを使いたいっていう人もやっぱりすごい注目度高いと思うんですよ。で、私もそのコンタックスの G レンズを2つ持ってるので、やっぱり気になるんですね。で、α7 と α7R、どっちの方が、マゼンダかぶりが少ないかとか、周辺光量不足が少ないかとかっていうのが、海外のレビューでちょっとずつ出てきてるので、もうちょっと様子を見て、どっちの方がいいかっていう判断をしたいなとは思っております。はい。他にも喋りたいこといっぱいあるんですけどね。ニコンの、なんだっけ、ニコンの新しいやつね。ティザー動画がもう今第5弾か第6弾ぐらいまで来てるんですよね。やっぱりあのシャッター音とデザインはめちゃくちゃかっこいいですよね。多分、明日ぐらいかな？今日か明日ぐらいに正式発表されるのかな？楽しみにしたいと思います。ということで、アンソニーのダラダラ雑談動画でございました。それでは。